れも汗だくになってかっ飛ばすぜ明日、Ain't no mountain too high for me to climb. God is with me to save me all the time. In the valley of the shadow of death, He will be my guide, and I'll be victorious.5分長いんで、これに対応できるようにならないといけないし、うん、まあそのうち6分とかでやっていこうかな。ラスト5秒前。おー、トップティアベイビー、ウォー、失礼します。テイクナーの打撃で立った後7ラウンドやりました。こっちいい感じ、こうやってあたはい、今日もね、いい練習できました。金曜日です。明日はね、本当は練習があるんだけど、みんなで焼肉を食べるって約束してたんで、明日雨なんで外でバーベキューできないけど、いつも寮の中でバーベキューします。イエーイ。ミネラルの吸収が良くなります。
ゲームいいでしょ。いただきます。あ、美味しい。スプーンがなくなっちゃったの。熱い、熱い。いや、持ってっちゃったかもしれない。卵いる？もう一応1個入れてるけど、2人、うん、大丈夫。にキムチどうですか？火曜日で明日休みなんだけど、明日から10日計量10日ないということで、ね、本格的に、ね、現状に入ってくるんで、激しい、練習は今日は最後です。今日はね、寝技5分30秒インターバル10本、そして MMA スパリング5分6本30秒インターバルで、最後の2ラウンドはシャークタンク、みんなで1分ずつ交代してかかってきました。いや、すごくいい気合い入りました。ありがとうございました。おっす。ああ。怖い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 。超つってる。これじゃ効く？塩が必要です。You switch it on and you go. Probably the biggest feature and the biggest selling point is the built-in live streaming capability. Panasonic are specializing in this and they offer this with many of their cameras. もう少しで本番ですけど、どんな心境ですか？そうですね、まあ、心境は結構落ち着いてます。まあ、相手が強い相手っていうのもあるんですけど、まあ、でも自分が今までやってきたことに自信を持って、自分を信じてやっていきたいなと思ってます。体調はどうですか？
体調で今ねすごいコンディション良くて、まあ減量もすごく調子良くて、まあ今までと毎回ね減量するたびにいくつか改善してるんだけど、今回はね、まあ全て食事においても運動においても睡眠においてもアプローチを結構いろいろ変えて、もう改善点がね10以上あるんで、だから前回以上にすごくエネルギーもいっぱいあるし、がっつり食ってるんで、がっつり食ってこの体重つけてるんで、空腹感とか全然ないし、むしろすごい調子いい。はい、ファイトウィークの水曜日です、今日は自主練をしてます。昼練は自主練で1時間シャドーボクシングをしています。まあ、シャドーしながらいろんな当日行う技の確認とか、あと新しいバリエーションをちょっと試してみたりとか、あとはまあイメトレですね、まあ、実際に目の前に武藤がいるっていう想定で今、シャドーでやってます。で30分終わったんで、これが後半残り30分を、まあ、動画で撮影していきたいと思います。記録的なものになればいいなと思ってます。じゃあいきます。感染で熱循環、今日が最終日です。明日の夜が、水入りです。These cells work on a micro level. If we deprive these working cells of the micro... あ、効く。治った。治りました。最高。最高。おはようございます。今、9月15日の4時13分ですけど、今日の朝2時45分ぐらいに起きて、まあ、トイレに行って、それからちょっと眠れなくなっちゃって、多分ね減量のせいでなかなか寝つけないだと思うんですけど、寝たのがね11時頃だったんで、まあ、3時間45分ぐらい寝たのか、あんまり寝てないね。でなんか頑張って布団にいるのもなんだから、もう起きて今から活動しようと思ってます。今日はね高松にちいちゃんと一緒に行って一泊します。そして今日の夜から水抜きを始めて、今日の夜2キロ落として、明日の朝2キロ落とす、合計4キロ落とそうと思ってます。はい、朝ごはんを作ります。では計量カップにオートミールだね。オートミール今までずっと食ってきました。まあ、このファイトウィークは特にね。いろいろ買いました。乾物というかドライフルーツ系をいろいろ買ってんだけど、例えば、プルーンとかレーズンとかデーツとか。あ、5個ぐらい。ビタミン C、3000mg
という指示なので、これ3歩入れます。で、今日の朝食はこれとコーヒーです。これを食べるのがね、楽しみだった、昨日の夜から。あとはね、ストップウォッチはこの腕時計使うんで、まあ減量するとき、水抜きするときの、道具をね、今回はしっかりと、これ前回は全然なかったものです。今回はね、しっかりこれを揃えました。万全に備えます。はい、1時間ぐらいかけて買い物行ってきましたけど、たくさん買ってきました。めちゃくちゃ食材が増えて嬉しい。もうね、リカバリー食楽しみに、超楽しみにしてます。美味しいもの買いました。無理やり詰め込みましたけど、はい、サラダ、今晩のサラダできました。あとは、生卵じゃなくてゆで卵を作ります。あー、いいね。はい、完成しました。今日の昼ご飯、オムレツです。これです。いただきます。うん、今日はバター使ったんだけど、バターでソテーしたら何でもうまい。最高。ほうれん草がいっぱい入ってるんだけど、ほうれん草うまっ。はい、今からね、高松に行きます。今日はね、まだ、計量日の前日なんで、まだこれからもうピタッと水止めたんで、ここからどんどんしびれとか来ると思うんですけど、まだ大丈夫なんで、まだ大丈夫なんで運転します。で、荷物いっぱいあります。見ていきましょう。これがクーラーボックスなんだけど、リカバリー食とかリカバリー水とか、全部入ってます。で、今日の夕食も、もう作ってきたんで、それも入ってます。体重計が2つ入ってます。で、タオルとか、減量に必要なものとか着替えとか、そういうの入ってます。で、こっちは、まあ、パソコンと、あと、まあ、カメラバッグだね。 OK、 ちいちゃんも一緒です。帰りは運転してくれます。はい、まあそんな感じなんで、今から高松に2時間ですけど行っていきたいと思います。まだ元気です。はい、元気なうちに移動します。よいしょ、よっしゃ。と、昨日ぐらいからね、耳の右耳がね、まあ中耳がちょっと痩せちゃって、気圧が変わってちょっと聞こえにくくなってますけど、今のところはまあでもまあ大丈夫ですね。体調とかは全然、疲れてきたんで、ちいちゃんに運転代わってもらいました。もう高松っていうか香川です。69.5、 いい感じいい感じ。15時54分、 69.5。今日の夜ご飯はサラダ食べて、で、今日の夜水抜き2キロして、で、ちょっと水飲もうかな。で、明日の朝残りの2キロもないと思う、 1.5 とか、もしくは1キロぐらいかな、もう抜くって感じだけど、もしね、今日の夜水が抜けるのが、っていうか体重が低かったら、ちょっと明日やることも検討します。全部水抜きを明日するっていう。ここのホテルはね、計量会場まで徒歩4分なんで、で、チェックアウトが最終12時まで延長したんだけど、で、12時までいられるから、計量が1時だから、
まあギリギリまでここにいて、で、一瞬でキュッとね体重作ってやるっていう手もあるけど、あんまりリスクを犯したくないから、その辺のバランスは考えながらちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、今日はね、作ってきたサラダを食べたいと思います。俺は味がないサラダなんだけど、なんか入れ物とみたいだね。おじいちゃんの食べ方どうしよう。同じ骨格なんだね、おじいちゃんも別に入れ物でもない、ね、よく あのおじいちゃんあの音何かなと思ったけど、びっくりするこの音。カエルの子のカエルの子のカエルのカエルだった。カエルの子のカエルの子はカエルだった。おじいちゃんもおばしみたいな人だ。OK。はい、ホテルの朝食です。今日の朝飯はご飯一口と味噌汁をちょっと上に乗せたものです。いただきます。はい、ホテルの朝食の後はちょっと散歩してます。45分ぐらいかな。まあそのホテルに帰ったら水行きあるんで、今はちょっとリラックスします。はい、今から水抜きです。今9時50分なんだけど、今40度の水温にして調整してます。いつもと比べたら、低いんじゃないかな。じゃあ今から頑張って残りの、2.5キロ、2.4キロ落としていきたいと思います。はい、今ね11時56分、このホテルは12時に出ないといけないんでもう出ますけど、さっきね、体重測ったらちょうど 65.8kg でした。やったーっていうことなんで、もうあと1時間あるんでこれを維持すればいいだけです。今から移動します。声はこんな感じ、全然前回と比べたら出るし、結構頬のあのこけ方も前回よりもいいんじゃないかな。あのあんまりこけてないというか、まあこけてはいるけど前回ほどじゃないかな。まあ前回すごかったもんね。はい、という感じでございます。じゃあ行ってきます。俺はやめねえ、最後の息まで絞り出す気力、嵐の中で威力に押し潰されても不動で立ち忍ぶ俺を絶対泣かねえ。長年も続く不利な流れをぶち壊す圧力を逆手に取り、まるで鉄が叩かれ、火で油で洗練され、鋼の圧力は俺の肥やし、心のシリンダーを熱く。65.70、計量クリアです。続きまして ゴンズジム宇藤選手お願いいたします。65.35、計量クリアです。お願いいたします。じゃ正面お願いいたします。はい、それでは松浦選手から一言伺いたいと思います。総合格闘技実業団トップティアの松浦真宮です。今回プロ2戦目ということで、非常に、私自身が、
心待ちに本当に準備してこの日のために、頑張ってきました。明日は34歳の私と、21歳かなの宇藤選手、一回り違いますが、人生の差でちょっと見せつけちゃいたいなと思ってるんで、バチバチの試合やりましょう。おっす。はい、ありがとうございました。続いて宇藤選手お願いいたします。ゴンズジムの宇藤です。明日の大会で一番おもろい試合して、しっかり KO で勝って決勝まで進むので応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。とりあえず全部終わりました。早く帰りたい。OS1 飲みながら、リカバリーしてます。で今回はね賢く、10分おきに 150cc 飲んでます。ちゃんと前はね結構ガブガブ飲んでたりとかして、どうせ吸収されないのにね、1時間に1リットルしか吸収されないのに、それ以上早いペースで飲んでもしゃあないし、今回はだから胃の感じも調子いいし、いろいろ改良を重ねてきたんで、調子がすごくいいですね。帰ったら美味しいご飯がたくさん待ってるんで超楽しみです。今から2時間車の中で、水だけ飲んで、あともしかしたらフルーツを飲んでリカバリーしていきたいと思います。ではゆっくりしたいと思います。はい、今日の最初のちゃんとしたミール、まあおじやですね。野菜とキノコたっぷりで、鶏ガラちゃんとガラから取って、これもね骨も一緒に食べようかなと思ってます。美味しくいただきます。活性化したように俺も汗だくになってかっ飛ばすぜ明日。 Ain't no mountain too high for me to最高ですか。うん、よし、じゃあ完璧。完璧。最高。はい、今ねリングチェックが終わって、とりあえず片方のバンテージを攻守に巻いてもらいました。なかなかいいです。最高。今まで絞り出す気力嵐の中で威力に押しつぶされても不動で立ち忍ぶ俺を絶対泣かね。長年も続く不利な流れをぶち壊す圧力を逆手に取り、まるで鉄が叩かれ火で炙られ洗練され鋼溶かすよ圧力は俺の肥やし、心のシリンダーを熱く燃やし、おとなしく眠る獅子を怒らし解き放つ燃え上がる俺の野心。まるでサウスブロンクスの圧生かヒップホップが生まれ活性化したように俺も汗だくになってかっ飛ばすぜ明日。 Ain't no mountain too high for me to climb. God is with me to save me all the time. In the valley of the shadow of death, He will be my guide. And I'll be victorious. And I'll be victoriousあり谷あり激変する春のち雷足元で鳴り響く地鳴り襲い来る想定外のシナリオ完全に地鳴り。いや、ね今試合終わりました。勝ちました。すごい嬉しいです。新人王になってランカーと戦ってランカーにランクインしてちゃんとなりたいと思います。おっす。じゃあ乾杯します。乾杯。
しい。